伊達さんからだ。なんだ、伊達さんから頼み事ってのは珍しいな。わかった。何を手伝うんだ？プリペイドカード？なんだそれは。なんだそれは。説明なしか。どうやら相当な急用らしい。プリペイドカードか。買ったことないがコンビニだし、行ってみればわかるか。わかった。結構な額だな。なんか伊達さん、メールだと妙に押しが強いな。なんて言ったか。ネット弁慶ってやつか。セレナのママには尻に敷かれてるくせに。困った人だぜ。分かった、後で連絡する。プリペイドカードを5万円分か。とりあえずコンビニに行ってみるか。いらっしゃいませ。伊達さんからプリペイドカードってのを買うよう頼まれてるな。すまないが、プリペイドカードってのはあるか。1万円のやつを5枚欲しい。ありがとうございます。お会計5万円になります。ああ頼む。ありがとうございました。よし、伊達さんに頼まれていたプリペイドカードを買ったぞ。連絡するか。買ったぞ。なんか妙な感じがするが、聞かずじまいだったし、用途ぐらい聞いておくか。何に使うんだ？とそうだったが、何かおかしい。ちょっと探りを入れてみるか。今どこにいる？ほう、なら手渡しの方が早い。写真を送る方法知らない。これはいよいよ怪しいな。急いでいるなら手渡しの方が早い。俺もカムロ町にいる。反応がないな。ほう、そう来たか。どこで会う？わかった。よし、伊達さんかもしれねえが、ご対面といくか。
マ取らせやがって。怪しい伊達さんと待ち合わせしたのはここだな。桐生さんだな。伊達さんってわけじゃないみたいだな。いや、私が伊達さんだよ。プリペイドカードを渡しなさい。仕組みはよくわからんが、手の込んだ詐欺だったってわけだ。渡さなくてもいいよ。奪い取るだけだから。遅いぜ、伊達さん。大丈夫だ、解決した。お灸を据えた。わかった。これからも気をつけねえとな。